KPC Channel PDCA School どうも、みなさんこんにちは。高専プロモーションチャンネル、谷にでございます。今回の動画はこちらです。昨年度と今年度の高専学力入試、結局何が違うんですか、まとめてくださいということで、これについてざっとやっていきたいと思います。全体で4選、4つ箇条書きにして皆さんにお伝えしていこうと思います。この動画は高専受験のための YouTube チャンネル、高専プロモーションチャンネルと高専受験のための学習塾 PDCA スクールの提供でお送りいたします。それではやっていきましょう。まあ、とはいえ今年度の高専入試はイレギュラーなんです。でもうちょっと詳しく言うと、今年度もなんですね。昨年度も苦労しましたよ、ここからここまでの範囲をカットしますっていうお触れ書きが出て、でも詳しくはよくわかんない、詳しくどこからどこまで、教科書によって単元の名前が違う、うわこれどうすればいいんだっていう感じだったんですけど、今年度もまた一波乱ありそうなんです。じゃあどうイレギュラーなのか、どういうふうに変則的なのかというのを今回ちょっとお知らせしたいんですね。もう一度まとめ直していきたいと思います。とはいえまずですね、ここからいきたいと思います。高専機構というですね、まあ高専の学力入試を管轄している高専の親玉みたいな団体があります。でその高専機構から直々にですね、質問させていただいて直々に回答いただいたんですけど、こちらですね、今年度の高専学力入試の試験範囲は進学修士導要領要項に従いますというふうにですね、こちらメールでいただきました。ということはですね、これが言えるわけです。じゃあ早速、今年度と昨年度の入試、高専学力入試の違い一つ目なんですけど、一つ目はこちらです。一つ目、試験範囲が教科書ワーク 2,30 ページ分追加されます。進学修士導要領ということは、例えばですけどこのような単元、家庭法加工、原型不定詞、刺激動詞、放射線、箱ひげ図などなどあるんですけど、こいつらがクセモノで、例えばですね、英語の家庭法加工、現在のことを言ってるのに過去形で表したり、不定詞なのに to がなかったり、箱ひげ図なんかは今皆さん補助教材だったり、先生の対応とかで、特別な対応とかで中2で習ったことになっている箱ひげ図も、一応範囲内ということで取り扱うそうです。これ大体教科書ワーク少なく見積もって 2,30 ページ分ぐらいの内容なんですね。しかもこれらの単元、高校で行う単元なので少しとっつきにくくなってます。それが中3中2に繰り下げといった形で今回進学修士導要領として発表されています。でですね、こちらはですね、7月の12日、発売予定の、夏季講習、高専特化、高専入試のための、特別な夏季講習、こちらのですね2種類あるんですけど、攻めるの方で1万円でご提供させていただく予定なんですけど、こちらでですね、この内容完全攻略する予定でございます。もう実際にですね、授業動画を用意していただいて、演習問題も、セットでですね、高専入試に即した内容で形式でご用意させていただいております。でですね、こちらですね、授業の詳細の板書スライドは概要欄をご覧ください。こういう感じでですね、概要欄に2種類のそれぞれの夏季講習の授業スライドをですね、それぞれご用意させていただいております。プレゼントですね、ぜひぜひご覧ください。でですね、こちら、特徴がいくつかありまして、4つぐらいありますね。まあ先ほどのこのね、板書スライド、こちら印刷すれば板書時間かなりショートカットできて、自分の勉強時間確保できます。ボリュームがすごいんですよ、これ。本当にすごい、たくさんのテーマを使っているお得なコンテンツなんで、いやこれ板書してたらすごい時間かかるだろうなと思った次第でございます。これ印刷していただければ板書時間かなりショートカットできて、効率的に大量の勉強することができます。高専入試に即した内容です。でオンライン開催だから多塾通い中でも大丈夫です。これが2つ目のメリットですね。で3つ目、多塾さんだったり自習でパワーアップしながら高専特化夏季講習でさらに学力得点力をアップすることができます。これが3つ目。そして最後4つ目、すごくコスパがいいですね。25時間もしくは攻めるだったら35時間なんですけど、そちらが1万円で、こちらご提供させていただけます。お気軽に受講可能なのでご検討ください。はい、それがですね1つ目の内容でした。じゃあ2つ目、昨年度と今年度の入試の違い、高専学力入試の違い何があるのか、これが2つ目です。2つ目はこちらです。どうぞ。高校から降りてきた範囲の過去問がない、これは1からすぐ派生することなんですけど、そうないんですよ。皆さんがこの範囲、先ほど申し上げたこちらの高校から降りてきた範囲で、試験を受ける1号目の世代なんですね。なのでこれまでの過去問を見て、この単元の入試の過去問っていうのはないんですね。じゃあどうすればいいのか、ご自分で形式を揃えて自分で問題作ったり問題集を探したりするしかないんですけど、もし機会があればこちらですね、高専模試、この日程でですね開催予定なので、こちらの方ですね、この丸2番というふうに書いてある方、9月から12月1月まで下旬で行うこの高専模試ですね、こちらの家庭法過去から箱ひげ図などのような進学修士導要領で、高校から中3中2に降りてきた単元も含めた進学修士導要領に完全対応した高専模試が9月から1月にかけて下旬で行われます。なのでこちらで実力チェックだったり問題の調達をすることが可能です。でこちらの模試受けていただいたら、これが解消されたりします。でご自分でもちろん用意することもできるので、機会があればということでご紹介させていただきます。これが2つ目ですね。高校から降りてきた範囲の過去問がないので、自分でですね高専入試の形式に直して演習しておかないと、ちょっと対応は難しいんじゃないのかなというところが難点です。それでは3つ目いきましょう。昨年度と今年度の高専学力入試違うところ、相違点3つ目はこちらです。どうぞ。
はい、暗記で解ける問題が減る、もしくは配点が下がる恐れがあるというところですね。これも以前動画でお知らせさせていただいたんですけど、こちら高専の、機構ですね、高専機構からのお知らせで6月14日に発表されていました。思考力等を、問う問題が多くなる、具体的な配点等は公表しません、これよりですね、思考力等を測れるように、工夫した問題が出るようになった、そういった取材傾向になる予定ですというアナウンスメントがあったんですよ。でですね、こちら、解いたことのないパターンの問題でも既存の知識でも解けるような問題を外部の模試だったり普段の演習で頑張る必要があります。でこんな抽象的なことを言われてもちょっとよくわからないんで、どういうね具体的な方法かというとこんな感じです。すぐに答えとか解説をねチラッと見るんじゃなくて、いつもよりちょっと少し長く粘ってみる意識をする。どうにかして今持っている知識だったり解き方でこの問題やっつけられないかなっていうふうに練習しておくことで、こういったタイプの問題の適応力、解放力っていうのはついていきます。そして2つ目、丸暗記していることを、あ、そういえばこれ丸暗記して問題解けてたけどね、丸暗記して問題解けてたんだけど、そういえばこれなんでこうなるんだろう、ちょっと理屈とか原因調べてみようかなっていうふうに理由を考える癖をつけていく。この2点を頑張れば初めて解く問題でも既存の知識で解けたりするので、この2つを普段の勉強で意識していくと何かが変わってくるかもしれません。ぜひぜひこちら参考にしてみてください。それでは3つ目が終わったので4つ目です。昨年度と今年度の入試の違い、考えられるもの4つ目ラストでございます。4つ目はこちらです。昨年度のカットされていた範囲、省略範囲の大体100ページ以上が復活します。というのもですね、昨年度の高専入試こちら、コロナの影響でですね4月5月がもたついて学校の休校期間がとても長かったんですね。でその処置を受けてこの膨大な範囲がですね除外されてたんです。まあ、ざっと低く見積もって教科書100ページぐらいの内容ですね。なので昨年度の高専入試はとても範囲が狭くなっていた状態だったんです。でさらに上乗せで追い打ちで泣きっ面に恥で、この100ページ以上の内容が復活するとともに、高校から降りてくるこの進学修士導要領の高校から降りてきた単元もテスト範囲なんですよね。まあ、これやばいなと、今年度大変じゃんっていう話なんですけど、まあ、学校の先生はですね、まあ、こういうわけですよ。公立入試に見据えてるわけで、実は公立入試は3月だから2月ぐらいに終わればいいかな、高専入試は2月の2週目の日曜日ですよね。高専入試を優先する先生はあまりいないと思います。全員が全員だとは言い切れないんですけど、ほとんどの先生が公立入試に合わせてカリキュラムを組んでるはずです。でもう一つ、高専入試を受ける子は自分で進めて準備していこうねっていう風に言われました。例えば僕が中3の時なんて、先生、英語の先生に言ったんです。先生、高専入試学力受けてきたんですけど、習ってないような単語出てきましたよ先生、難しかったですって言ったら、高専受ける人ならそのくらいの単語は知っておかないとねっていう風に、そうビシッと一発ね、カツを入れられたんです。そのくらいに思ってるんですね。中学校の先生は、いや高専受けるぐらいだったらね、自分で2月ぐらいにね、1月末ぐらいに全範囲終わらせておかないとっていうスタンスの先生もいらっしゃいます。全部ね、お金払って塾に通っているように1から10まで面倒を見てくれる公教育の先生は多分 100% ではありません。ここが結構問題なんですね。100ページ復活プラス高校からも単元が降りてくる、ここがちょっと問題なんですよね今回。でプラス、塾や YouTube で各種サービスを利用して予習をしておく必要があると思います。ここはね本当に強く思うところですね。こういった状況なので、やはり自分から先取りして余裕を持った状態でないといけないんです。で、谷美さん、そんな急がなくていいんじゃないですか、終わっとけばいいじゃないですか、2月ね、試験が2月2週目なんだから2月に前半終わっとけばいいでしょというふうに反論されるかもしれません。ですがこちらの問題があるじゃないですか、2月に終わるのでは遅いんです。で、なんでかというと、1周した後に、全部習い終わった後に難しい高専入試レベルの演習をした状態で2月を迎えるぐらいがちょうどいいんですね。やはり最初に習った上で忘れる覚えるを繰り返して、でさらにそれを使った演習、入試形式の練習をして本番を迎える、そのテンションを取らないとやはり本番手が動かないんですね。なのでこういった、予習を進めましょうというね、予習をどんどんやっておきましょうという推奨するようなコメントになるわけなんですよ。でやはりですね、こちら無料サービスでやらせていただいております、高専受験完全無料の中3数学爆速一周コーチですね。もうほとんどの人がですね、80名弱の方がほぼ2時間数入りかけてます。もう2、3ヶ月先のことをやってると思うので、どんどん進めていくしかないんですね。でこういう風にね、 LINE でですね、それぞれ1対1でサポートさせていただいております。動画をですね視聴いただいて、演習問題動画内で解いていただいて、で私がその動画内で触れられていないところだったり、高専入試に必要な予備知識だったり豆知識などをテキストでね、文章を送っていただいた後にワンポイントアドバイスとして送らせていただいている状況です。でもほとんどの人が夏休みから秋頃に中3数学履修完了予定です。もう一度言います、ほとんどの人が夏休みから秋頃に中3数学終わります。もう差はついてます、もう差が出てますよ、もうじわじわと合格不合格が分かれている時期なんです。もうここはもう皆さん、あまりね必要以上に慌てさせるのは嫌なんですけど、事実なのでお伝えしておきます。そういったね、こういったイベントを利用してどんどん前に進んでいかないといけない。もうね、学校の先生とかあんまり言ってくれてないと思うんだよね、この動画で言ったこととか。でそういった情報をこまめにね、こういう風に収集しながら行動していくってことがかなり大事になってきます。直前なんかみんな頑張りますから、高専入試の直前みんな頑張ります、差がつきにくいです。じゃあいつね差をつけるかっていうと、皆さんが油断しているこの夏とか秋にどれだけ最初に初動、最初の動きをつけておくかっていうのが
かなり大事なんです。もう 100% の人が天才じゃないので、直前の追い込みでなんとかなるっていうのがやっぱり全員が全員じゃないと思うんですよね。でそうじゃないからこそ、やっぱり早め早めの行動っていうのを大事にしてほしいなと個人的に思っております。じゃあ全体まとめていきましょう。まず1つ目、試験範囲が教科書ワーク30ページ分ぐらい追加されます。進学修士同様で高校から降りてきます。で2つ目、高校からその降りてきた範囲の過去問がないってことでちょっと困りますよね。で3つ目、暗記で解ける問題が減ったり配点が下がるかもしれません。そういうアナウンスがあります。で4つ目、昨年度のカット範囲、除外範囲であった 100ページ以上、少なく見積もって100ページ以上が今回復活してテスト範囲なので、早め早めに急いで予習復習をしていきましょうといったアナウンスでございます。でですね、以上のことを踏まえて、ね、今頑張るか後から追い込むか、どちらでもいいです。高専に合格できるんだったらどっちでもいいです。ですが僕は今頑張って後から楽した方がいいと思っております。今頑張るか後から追い込むか、自分の性格に合わせてそれぞれ準備しておきましょう。ということで今回お伝えしたかったことはこちらでございます。昨年度の高専入試と今年度の高専入試、何が違うのかというのをもう一度まとめましょうといった動画でした。それではそろそろ閉じたいと思います。この動画は高専高専受験のための YouTube チャンネル、高専プロモーションチャンネルと高専高専受験のための学習塾 PDCA スクールの提供でお送りしました。それじゃあ今日お伝えした4つのことを踏まえて、どんどん準備をしていってください。それでは終わろうと思います。この動画は、昨年度今年度の高専学力入試の違いって何なのということでまとめさせていただきました。それではまた違う動画だったり生放送でお会いしましょう。あなたの選択肢に高専を。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.